ピエール・ブーレイズ、ピエール・ブーレイズ、ブレイズ、ブーレイズとも表記される。前の超音は、後ろの超音の半分の長さであると本人は、語っている。ピエール・ブーレイズ、1925年3月26日から2016年1月5日、は、フランスの作曲家及び指揮者。パリ国立高等音楽院で、アンドレ・ボラブール、アルテュール・ロー・ネゲルの妻とオリビエ・メシアンに、 対法や作曲を支持するが中退し、ルネ・レボビッツ、レボビッツ、レボビスに、セリアリスムを学ぶ。作曲の弟子には、バーゼルの音楽大学で教えたハインツ・ホリガーがいる。ダルム・シュタット化期限大音楽講習会でその初期から、活躍し注目される。シュトックハウゼンと共鳴するが、ノーノとは鋭く対立している。初期には、ベイベルンの、極小セリー形式から出発。 シェーン・ベルクの音楽に対しては次第に批判的となる。また、後にはドビュッシーやストラビンスキーの再評価に努めた。詩人では最初にルネ・シャールを取り上げるが、後にはステファン・マラルメによる作品を書き、指揮活動としても徐々に前の時代の作曲家へと遡って評価する姿勢が見られる。ジョン・ケージと往復書館を交わすホカダルム・シュタットなどで交流し、 偶然性を導入する。ただし刑事など、アメリカ作曲界は偶然性を不確定性、チャンスオペレーションとして導入したに対し、ブーレイズをはじめヨーロッパ作曲界は、管理された偶然性とし、偶然性の結果によってどんなに音楽が異なる、解釈をされようとも、全体としては作曲者の意図の範囲で統率されるべき、した。この考えに基づく作品としては、ピアノ・ソナタ第3番。 プリス・ロンプリ・マラルメの肖像などが挙げられる。フランス国立音響音楽研究所アイルシムの創立者で初代所長、退任後は名誉総裁。1976年、コレージュとフランス教授に選出。指揮者としても、ニューヨークフィルハーモニック音楽監督などのポストに就いた。1992年にアイルシム所長を退任後死去まではフリーで活躍。 1960年代からドイツのバーデンイコールバーデンで暮らした。2009年、京都賞受賞の際に催されたトークイベント京都日仏学館において、聴衆の一人から人生における普遍的なあるべき考え方を問われたところ、ブーレイズは好奇心を持ち続けることと述べた。2015年、生誕90年を記念して、ドイツグラモフォンが ブーレイズが指揮した自作を含む音源をまとめた44枚組の CD を発売した。2016年1月5日、バーデンイコールバーデンの自宅で死去。90歳没。死因は明らかにされていない。シェーンベルクの室内公共曲第1番をモデルに書かれたフルートとピアノのための、ソナチネ、20世紀に作曲された最も重要なピアノ作品の一つである。 ピアノソナタ第2番、弦楽史重奏のための書などを経て、メジアンの音波と強度のモードの音列を引用した2台のピアノのためのストリクチュール第1巻でセリー・アンテグラルの技法に到達する。この作品はセリエルな作曲技法の一つの指標となったが、18、楽器のためのポリフォーニーの場合のように、あまりに厳格なセリーの使用は不毛な音楽をもたらすことに気づき、 同作品は結局徹した、より柔軟なセリーの運用を模索する。この探求は、アルトと六楽器のための、ルマルトウサンメートル、チュナキツチ、ルネシャールの詩によるとして、身を結んだ。この作品は20世紀の最大傑作の一つであり、ブーレーズの名声を確立する。その後、ジョン・ケージの偶然性の音楽に反発し、楽曲の細部は不確定ながらも、 全体の構造は作曲者によって制御される、管理された偶然性を唱える。ピアノソナタ第3番やソプラノとオーケストラのためのプリス・ロンプリ・マラルメの肖像は管理された偶然性による代表的な作品である。だが、ピアノソナタ第3番は2016年現在未だに全曲が公開されておらず、プリス・ロンプリは 複数の改定を経る過程で不確定的であった箇所が次第に確定されていった。これらの作品は、ワークインプログレス、進行中の作品と呼ばれるが、結局、彼の死により完結することとなった。中期までの作品としては、その他、オーケストラのためのフィギュール・ドゥーブル、プリズム、オーケストラ曲、ドゥーブルの改作、弦楽オーケストラのための弦楽のための書、初期、 弦楽史重奏のための書の改作。二十五楽器のための、エクラミュルティプル。十五楽器のための、エクラを発展させたもので、未完。十六人の独唱と二十四楽器のための、カミングズは死人でる。八群のオーケストラのための、リチュエル。ブルーのマデルナを忍んで書かれた、独奏チェロと六つのチェロのための、メサージェスキス。パウルザッハーの七十歳の誕生日を記念って書かれた、などが挙げられる。 1940年代後半から一貫して反復語法を意味嫌っていた。彼は前衛の停滞以後の1970年代以降から急速に反復語法へ傾斜する形となり、東白パルスやトリルなどを多用し固定された火星内での空間な動きを特徴としていく。さらに 4X と名付けたハードウェアを導入し、空間的及び時間的な様々な位相を伴う、 別々の周期パルスを過剰に組み合わす様式へ展開した。この様式で書かれた代表的な作品がアイルシムの電子音響技術を応用した6人のソリストと室内オーケストラとライブエレクトロニクスのためのレポンである。近年の作品にはクラリネットとテープのための二重の影の対話、クラリネット独創曲、ドメーヌの派生作品、 独創フルート、室内オーケストラとライブエレクトロニクスのためのエクスロザントフィックス、固定された爆発、70年代に作曲された可変的なアンサンブルとライブエレクトロニクスのための作品の改訂版、バイオリンとライブエレクトロニクスのためのンテームに、3台のピアノ、3台のハープと3つの打楽器のためのシュルアンシーズ、ピアノ独創曲、アンシーズの改作などがある。 老年の境地に進むにつれて無駄がなく、なおかつ情緒に満ち溢れた指揮、演奏作りを行うようになっていった。主な録音としては、1960から70年代のストラビンスキーやバルトークの録音、1990年代に入ってからのマーラーやラベルなどの録音が挙げられる。二度にわたって、全集制作を行ったベーベルンの再評価にも尽力した。 1976年のバイロイト音楽祭について、日本人バイオリニストマミネキ一郎は、ブーレイズはリングの準備をせずに、バイロイトに来たように感じました。リハーサルは、ただ通すだけで、音楽的な注文は全くありませんでした。しかも振り間違いすらする始末。準備が足りず、自分だけのために練習しているような印象を受けました。と厳しく批判している。 音楽の友2016年1月号。マミネを含む多くのオーケストラ奏者が音楽祭をボイコットすることとなった。この他、2006年4月時点で日本語に訳されていない本として次の著書がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。